うも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレウクレレガズモデルを使いましていろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽始めましょう。さあ本日のテーマソングはもう新世代アーティストサウスイドッグの代表曲いつか、こちらの曲をこのちっちゃいウクレレで弾いていきましょう。この曲はですね、もうね、すごい難度はめちゃくちゃ高いんですよ。シンプル簡単バージョンでもちょっとね、難しい弾きづらいコード出てくるんですけど、そこはガズレレですから、もうなるべく簡単にアレンジしております。そしてガズレレオリジナルのショートカットバージョンのアレンジとしてちょっとやらせていただいて、1番丸々と最後のエンディングの部分というオリジナルアレンジで、まずここから練習始めていきましょう。それでもいつものより2バージョンですよ。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしている超ゆっくりシンプル簡単バージョンをやります。なんだけどちょっとやっぱり普段見慣れないコードも出てきちゃいますけれども、ちょっと練習してやってみてください。後半はそこにリズムとかいろいろ加わってきます。そもそもこの曲歌がもう猛烈に難しいんでね、まあ、その辺からもうねこうウクレレを弾くという前に歌だけでもこの相当聞き込んでから、楽しく練習していきましょう。さあ皆さん音楽を始めましょう。音楽聴くのって最高だけどやる方がもっと最高。今ご覧くださっているガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで音楽やってみたいなと思ったけど全然やる機会がなくてタイミングがなくてチャンスがなかったんですという方とか、楽器に挑戦してみたんだけどもう難しくて全然ダメでしたみたいな方が、あっという間にこのちっちゃいウクレレを弾いて歌う弾き語りができるプログラムがあるんです。これがめちゃくちゃわかりやすくてもう大評判で自分で言っちゃうけれども、はい、世界中でこのガズレレプログラムで音楽始めてる人がもう何十万人も今います。もうちょっとしたらこのプログラムのリンクをここに貼り付けています。もうちょっとしたらここにジャンプしてもらって上から順番に YouTube 動画を見ながらウクレレ触ってるだけどんな人でもあっという間に弾けるようになりますからね。 YouTube 動画ですから完全無料。今すぐ音楽を始めましょう。さあそれではこちらですよ。皆さんこっからいってらっしゃい。クリック。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲がこのちっちゃいウクレレで1本で弾いて歌えるようにしているレッスン動画と課題曲がもう1700曲オーバーですございます。皆さんの好きな曲もたっぷりあると思いますよ。どんどんこれから音楽を聴くからやるに変えていきましょう。それでは早速やっていきましょう。サウスイドッグのいつかガズレレ流シンプル簡単バージョン。ちょっと難しいコードも出てきちゃうけど後でしっかり解説します。やってみます。 1,2,3笑う顔に嘘は見当たらない。
か遠くで僕のいつかガズレレリュー超シンプル簡単バージョンでございました。この歌い出しのこのラップ、ここのラップをこうタイミングよく歌うのも結構これはね難しいと、一生懸命聞いてこの言葉のタイミングも測りながらねやっていただくのがいいと思います。でもちろん今聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンです。これ原曲もね結構長めの曲なんでございまして、まあまあ主にですね2番のパートの部分的なところをちょっと今ショートカットさせていただいて、1番を全部やった後に一番最後のエンディングのところをこう、一番ラストのね盛り上がるところを引っ付けたというガズレレのオリジナルアレンジになっています。まずひとまずはこれからスタートしてみてください。そして今のシンプル簡単バージョンの動画を見るとですね、歌詞とコードが出てますから、ゆっくりとこの動画に合わせて練習していただいて、1個目のゴール設定としては、今のシンプル簡単バージョンのガズレレ動画と一緒に合わせてできるようになったら、もうそれだけでもまず1個目のゴールとしては素晴らしいと思います。まあ、何回も言いますけど、この曲、歌がやっぱすごくですね、もうかっこいいんだけど、こう難しいというか、高難度というか、リズム感とメロディーがすごくこうね、やっぱ絶妙なこう感じなんですよね。そこがかっこいいところなんですけど、面白くもあり難しい。はい。そして、もしね、ガズレレのシンプル簡単バージョン一緒に合わせられるようになった方はおめでとうございます。そしたら次のステップ行きましょう。次のステップ一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す。これをやっていただきたいなと思うんですけど、いきなり歌詞とコード全部覚えるっていうのもなかなか至難の技でございますね。まずはですね、楽譜を見て、楽譜を見ながらそれを何回もやってるうちに自分の体に落とし込んでいって、いずれは覚えちゃって、大空に向かって歌うとか、そういうのはいいと思うんですけど、でも楽譜ってどこにあるんでしょうって話になると思うんですけど、安心してください。今ね演奏したのはガズはねこのノートに書いて自分で手書きしてね、こんな風に書き出して今歌いました。まあ見てほらこんなに言葉が詰まってるラップですからね。はい。もうちょっとしたらこんな風にカメラに大きく映して、みんなもこんな風に書いてみたらいいじゃんってことでシェアしようと思うんですけど、今めっちゃ便利なサービス始まってます。これです。ガズクラブです。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げたいつかを含む、ガズが手書きで書きまくってきた、もう膨大なストックのノート楽譜のこのデータがあるんですよ。それをですね、毎月5曲皆さんが、この曲面白そう、やってみたい、かっこいいという曲を、毎月5曲お選びいただいて、お手元にダウンロードしていただいて、これ全部 YouTube に連動してますからね、すぐに練習に入っていけるよという画期的なサービスです。そしてこのガズクラブはですね、楽譜のダウンロード以外にも、毎月2回、全世界中の方が参加してくださってくれる、ものすごい盛り上がるオンライン大セッションイベント、毎月2回ですよ、オンラインクラブメンバー限定で開催していたりですね、皆さんの演奏動画アップロードできる場所があったりとか、なんかそのガズクラブだけのいろいろイベントが、限定イベントがあったりとか、とにかくここは一個の村みたいな感じで、音楽をいろんな形で楽しもう、いろんな老若男女集まって音楽をガズレレで楽しもうみたいな、そういうことになってます。これ楽譜のダウンロード以外にも一個のね、村作りとして動いてますね。はい。これ概要欄にね、詳細貼っておくんでチェックしてください。それとはちょっと別なんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。このガズレレ大学はもう読んで字のごとく大学ですので、ちょっと難しいリズムのお勉強とか、このフレーズここがちょっと難しいとか、8ビートのこの16ビートのこの指使いだとか、ここのフレーズのこの指とかコードとか、そういうことをね、毎週2回のライブ配信でチャットでやり取りしながらリアルタイムで、講義を行っていくという YouTube メンバーシッププログラムという、YouTube のサービスを使っているコミュニティがあります。これもね、なかなかこれはね、面白いですよ。こっちの方もね、概要欄に入って、貼っておきます。あとはね、他にもいろいろやってるんですけど、毎朝7時半からラジオ放送をやってます。スタンド FM というね、アプリの中でガズラジというラジオ放送をやってます。これめちゃくちゃいい話してますから、ぜひ皆さんこれ、無料でね、いつでもどこでも聞けて、アーカイブも残ってますんで、ぜひガズラジもですね、チェックお願いします。こっちも概要欄に貼っておきます。それでは、楽譜を見ていきましょう。いつか、サウスイードッグです。これ、丸1って書いてありますよね。今日は2枚にわたってます。これでもね、ショートカットバージョンなんですけど、結構そういう感じでは大盛りなことになっております。まずこれ、イントロ見ていただきたいんですけど、
今やったシンプル簡単バージョンはこれここまでやって歌に入っていったんですけど、かっこいいバージョンではここ2回繰り返します。そこでね、ここに今これくるっと書いてあるじゃん、決めって書いてあるでしょ。これはね、下にこうやって書いてあるのは後半やるかっこいいバージョンではこのフレーズ弾きますよということでございます。でここ止まるとか伸ばすとか書いてあるんですけど、これかっこいいバージョンではここ2回繰り返すうちの1回目は止まって2回目は伸ばすみたいな感じの表現です。これはテロップとちょっと示し合わせながらね、一緒に確認していってください。でここから歌が始まっていくんですけど、つまみ弾きとか書いてありますね。これ後で解説していきますけど、かっこいいバージョンではちょっと面白い弾き方をしていきたいと思います。何回も言ってるようですけども、言葉のね、量とこのタイミングとメロディー、なかなかこれはもう相当聞き込んで、ね、練習してください。こうやって今写しとくんで、これを一時停止して皆さんノートに書き出してください。それか、先ほど紹介させてもらったガズクラブで、このノートのデータそのものをお手元にダウンロードしていただくのをすごく有効活用できると思います。ガズのノートの特徴としては、この言葉の上に点があるの分かります？この点でリズムを全て測ってるんです。これがね大事。はい、写しとくんで一時停止で書いていってください。まずこの1番のところですね。はい。で、こっから2番。そして、登場するのがこのコードね。G シャープ押しと A シャープ押し。さっ、これいきなり出てきてちょっと困っちゃったと思うんですけど、これね、後でしっかり説明しますけど、これだけはどうしても簡単にできない。もうこの曲のね、すごくキュンとくるね、もうスイートスポットなんですよ、これが。このコードちょっと後でなんとかこう説明できるように、やっていきましょう。で、ここでもちょっとこうタタタとかいろいろ決めがあったりとかするんでね、後でここもかっこいいバージョンではいろいろ出てきますということでございます。はい。で、ここが、まあ一応サビというところね。いいメロディー、もうキュンとくるんですよ。これ急に開けたようなイメージになります。はい。で、ここ伸ばすとか、こういうのもね、お見逃しなく。で、ここ間奏が入ります。で、ここまでは原曲通りのこのパターンなんですけど、本来ここから2番が始まっていくんですけど、もうガズレレのオリジナルアレンジとしては、ここから、ブリッジパートというか、一回おとなしくなるところがあるんですね。そこをちょっとやってみましたと。で、ここに16ビートって書いてあるんですけど、今やったシンプル簡単バージョンはもうここのブロック全部伸ばして、ちょっとこう静かな感じでやりました。かっこいいバージョンでもこれは普通の16ビートちょっとね、リズムを落としてやりたい感じなんですね。後でしっかり見ておいてください。で、ここにもタタとかで決めが入って、で、ここ最後の、サビに入っていくという、そんな感じになってますね。はい。で、ここもこう、ちょっとこう決めがありつつ、で、ここ溜めて、ここブレイクというか空間を空けて、最後のラララララララ言って終わったそうというのがガズレレアレンジになっております。はい、じゃあ出てくるコードちょっと見ていきましょう。先ほどからちょっとね、懸念になっているこのコードは、ちょっと後で解説します。今はひとまず隠しておきましょう。今映ってるコード見て、C と Am と F と D7、G7、E7。この6個映ってるんだけど、この6個のコードは、めちゃくちゃ簡単な入門コードなんです、ガズレレでは。だから安心してください。ひとまずこの6個の紹介、これです。ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードって一体何かというと、このちっちゃいクレーで音楽始めたいなと思った方に一番最初に覚えてもらいたい入門コード10個のグループ。10個も覚えなきゃいけないのと思うかもしれないんですけど、1個ずつ見たら入門コードだからめちゃくちゃ簡単。だけど10個一遍に覚えようと思うとね、もうね、ごちゃごちゃになっちゃうんですよ。抑えるところとコードの名前が。そこで私が、どんな人でもスイスイ頭に入っちゃう、ものすごいいい動画を撮ってます。ここのリンク行ってみてください。この先の動画を見ていただいたら10個のコードね、面白いように覚えられますから。今日、そのうち6個出てくるよということでございます。はい。そして今日、さっきから出てきてる、この二つのコード。これをなんとかね、ここのフレーズかっこいいんですよね。こういう音。本当に飛べるような気がしていた。ここのメロディーすごいかっこいいでしょ。はい、まず G シャープ押しというコードを紹介していきたいと思います。で、押さえる場所、こことここなんですね。はい。ガズは、人差し指を3弦、中指を1弦。で、薬指を2弦にしてこういう風に押さえています。ちなみにこの形のまま1個こっちにずらすと G というコードになりますね。これを1個ずらしたということで G シャープ押しということにしてますけど、この星マークがついてるコードっていうのはガズレレだけで通用するコードですんで、よそに行ってもね、なんじゃそりゃって言われるだけですからね。これね、なんか響きがすごいいいコードだけど、よくわかんないんだけど、この音がいいよねということでガズが勝手に認定をしております。本当は、正式なコードの名前がありますけど、G シャープ押しということにガズレレではしてます。で、この形のまま1個2個ずらしたものが A シャープ星です。なんで4弦はどっちにしても押さえてないんですけど、音も鳴ってんですよ。これが G シャープ星で、これが A シャープ星。いいでしょ、これなんかこう、ふんわりした感じというか、まさにこの歌詞の中にもふわふわ夢心地って書いてあるけど、そういうね、ふんわりしたもうナイスな響きなんです。なんとかこれ、押さえてください。で、指の押さえ方なんですけど、もう一個の押さえ方としては、こういう風に、人差し指で4弦以外をビチッと押さえちゃって、ちょいと立てるんでもいいですよ。で、これをこっちにこうずらすみたいな。
G シャープ押し、A シャープ押し。どっちか、挑戦してみてください。やりやすい方でいいと思います。はい。そういうわけでコードの解説はこういうことになりました。これからじゃあかっこいいバージョンの解説に入っていきましょうという、その前になんですけど、何回も言ってるように、この曲はもう A メロの出だしからですね、いきなしもうラップ三昧なんでね、このラップをこうリズムに乗って気持ちよく歌うっていうのは、思ったより結構これ皆さんやってみたらわかりますけど、聞くとやるちゃ大違いで、これ結構難しいです。体ごとこうリズムを取って、一つの言葉間違えたらもうリズム、言葉入りきんないですからね。ちゃんと言葉を分析してみるのがいいと思います。例えば最初の歌い出し、坂道を登った先の暗がりなんですけど、坂道からリズムが始まります。これを坂道をにしたら、坂道を登ったってもうずれちゃいますからね。一言ずれただけでずれちゃう。あとは、サビの方に入ってくると、やっぱりサビとか B メロとかでは、やっぱメロディーもね、すごいかっこいいメロディーがいっぱい登場するんですよ。じゃあ、黒い鍵盤です。ピアノでいう12音階というところの、渋いところも出てきたりとかして、なんで、やっぱこれはね、やっぱり相当聞き込んでからね、じっくり歌を掴み取ってからかっこいいバージョンの練習に入っていくのがいいと思います。そういうわけで、じゃあ、ここからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンは出てくるコードは全く一緒なんですけど、いろんなリズムがやっぱ結局登場するんですよね。今日出てくるリズムはこちらです。ドン。まず基本となるとは16ビートのチャです。で、それで16ビートっていうのは後半のね、ちょっとおとなしくなるところで使いたい。この16ビート。そしてあと、つまみ弾きっていうのをやります。これね、つまみ弾きっていうのはね、まあ、シンプルなんですけど、参考になるのはボサノバビートっていうガズレーダー言ってるビートかもしれないですけど、ちょっとこれは後で解説しますね。はい、今映ってる16ビートと16ビートのチャ。これのね、解説、ここにちょっとリンク貼っています。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガゼレレホームページの1枚なんですけど、それぞれのもう濃厚解説レッスン動画がすでにアップロードされておりますので、それじっくり見てやってみてください。このちなみに16ビートっていうのはやっぱこうリズムの中でも最高峰の難しさで、しかも今日みたいにちょっとこうリラックスした感じの、すごい跳ねてるリズム、シャッフルなんですよね。リズムこんな感じなんですよ。跳ねてるでしょ、ドン。このシャッフルの感じの16ビートのチャ、こうソウルフルでグルービーな感じっていうのはやっぱり難しいんですよね。まあこれはもうすぐにできるっていうリズムじゃないです。なんでまあそこをちょっとねご認識していただいて、長年かかってだんだん自分のものにしていくようなことなんで、やっぱさっきのねレッスン動画をやっぱ見てもらって、だんだん体に落とし込んでいくのがいいんですけど、まずそういうものだ。体でこうリズムを掴んでいって、あと手首とかも力を抜いてくださいね。これはいつも言ってることなんですけど、その辺は動画の中でもねしっかり解説、レッスン動画の方でも解説してますけど、大きく捉えてやってみてください。あと今回さっきも言いましたけど、シャッフルのリズムっていうのが結構ポイントになったりします。はい。そしたら曲のね順番でちょっといろいろ説明していきたいと思うんですけど、イントロからちょっと決めみたいなかっこいいフレーズが入ります。ちょっとやってみましょう。ワン、ツー、サン、16ビートのチャで、次いきますよ。かっこいいでしょ今。今のね F のところで、F。でんででんででん、こういうメロディー。でんででんででんでん、でんつってってでんでん、でんでん、でんででんででん。これをですね、F で、F、F、F、A マイナー、G7 ですね。このタイミングでやりたいんですよ。F から、でんつってんつってん、F、A マイナー、G7。こんな感じです。もう一回、C、G、G、G、F、F、ここ。渋いでしょ。これがね、シンコペーションっていうんですけど、リズムがドーントントンって前に突っ込んでいく感じ。これ一応この表記はこういう風にしておきます。これでやってみてください。で、これ、さっきも言ったんですけど、シンプル簡単バージョンは1回で終わったんですけど、2回これ繰り返します。で、1回目の最後の F のところは、止まる。2回目は伸ばすという感じで、展開していって、それから A メロに入るんですけど、この A メロのラップのところが、つまみ弾きでございます。これはですね、ちょっと実演してみます。こういう感じになると思います。ワン、ツー、スリー。坂道を登った先の暗がり、星が綺麗に見えるってさ。はい。まさにつまみ弾き。今、これ右手なんですけど、見て。1弦は薬指。2弦は、じゃあ、1弦は薬指ね。2弦は中指。3弦は人差し指。4弦は親指で、1つの弦に対して1個の指が担当になってます。それで、こう、1、2、3弦は弦の下。親指だけは上よってことで、引っ張り上げるんですよね。こうやって。見える。これ弾いてるだけなんですよ。
これでリズムキープしながらラップを歌っていく。この原曲サウスイドックさんもここのところだから、そういうねパッパッっていうテイストで、それがなんかすごい印象深くて、右手でパッパッパッ、これでリズムキープするのちょっと難しいかもしれないんですけど、これはですねもうゆったり気分で、あの体でリズムを取ってキープします。坂道を登った先の暗がり、地が綺麗に見えるってさ、地みたいに寝転んじゃうあたり秋、こんな感じでパッ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 、早くなんないようにやっていきましょうということでございます。で、その一番最後の A メロの一番最後のところに二人のまどが、ここからダンダジャックパン、はい、この C のところ、ここから2番に入っていくんですけど、ここのところも今シンコペーションマーク一応矢印つけたんですけど、キメっぽく、16ビートチャに入っていきます。で、その次の、2番の A メロ、2人で1つの傘を差したりのところから16ビートのチャのファンキーな感じ、こうソウルフル、ファンキーでグルービーな感じで、リズムが入ってきます。つまみ弾きから16ビートのチャに入ってきます。そこのところちょっとやってみようかな。2人の物語からやってみましょうか。1番の一番最後、せーの、2人の物語がラジックターン、傘を差したり、ブランコに乗る、こんな感じになります。ドンツタクチッドツッドドンタクチッカ、こんな感じでリズムが跳ねたリズムで16ビート、これがいいと思います。そしてその後 B メロですね、あので出てきた G シャープ押しと A シャープ押し、ここのところがねちょっとね、後半決めがあります。ちょっとやってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー、伸ばす。本当に飛べるような気がしていた。次16ビートのチャ、ふわふわと夢を、ここ決めになります。今のね、キミの隣のとこで A シャープをして、タッ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 って、これカッティングという技なんですけど、できればこれで一個ずつ、今音止まってるでしょ、音止めないとこうなりますよ。止めると、はい、今これ左手で音を止めてるんですけど、これをカッティングと言います。これでキミの隣、はい、今の G7 でつた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 、これは決め1ということにさせてもらいます。たつ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 、これ後でもこんなムードのところが出てきます。これはたつ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 た、これもカッティングなんですよね。左手よく見て、たちゃたちゃた、大げさに言うとたつ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 た、カタカナで書くとこんな感じになります。そしてブレイクをしてサビに入っていくんですけど、この歌がねちょうどこのブレイクのとこに君の見る木が入ってくる。この辺ちょっと難しいかも。ふわふわと夢心地から言っています。 B メロ途中、せーの、ふわふわと夢心地、君の隣、君の見る景色、こんな感じでサビにドーンと書く。ここかっこいいんですけど、ちょっとね難しい。カッティングを使ってサビにこう送り出してあげる感じになります。そして1回目のサビなんですけど、あの気持ちがいいところすぐ終わっちゃうんですね、1回目はね。やってみると、君の見る景色を全部僕のものにしてみたかった。次はもう伸ばします。ああ君を忘れられんな、今ダダG7 でダダっていう決めは入れたいです。これもカッティングですね。今日だからカッティング結構あるんですよね。今のところやると伸ばすところ。ああ、君を忘れられんな。ダダって止めて、感想のダラダラダラ入っていきます。ここも16ビートのチャ。もうここまででもいろいろ決めが盛りだくさんですけど、頑張ってついてきてください。はい。そして、感想が終わった後に、最後の方のこのブリッジ、ちょっとおとなしくなりたいところにもうジャンプします。そこはね、今度は16ビート、チャが入らない16ビートなんですけど、ここはすごく優しいイメージを出したいんで、本当に優しく弾いてください。そしてこの最後のサビの一番最後で、さっき出てきたこの決め1というこの3連っぽい決めのカッティングフレーズ登場します。いつかまた最後のサビ行ってみましょう。いつかまた会う日までと笑う顔に嘘が見当たらない、じゃあね、ここはスルーで、じゃあね、またどっか遠くで、ここでダンスダンスダンス、いつ
G7 のところでタツ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 タ、こんな感じでやりたいですね。さっき出てきた B メロの一番最後のタツタツタツタというような感じ、同じあのタイミングです。ダツタ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 、こんな感じです。ちょっともう一回じゃあねからやってみます。じゃあねじゃあね、またどっかと送って、でここで止まって、あ最後のエンディングということです。このような感じで、アレンジしてみました。まあちょっと細かく見ると山盛りなんですけど、基本的にはやっぱり16ビートの、茶のゆったりしたグルービーでこうファンキーでソウルフルな中でこの歌詞の世界観がこう泳いでいるというか、そういうのがね、いいなというふうに思います。この歌詞を読んでいただいてもすごくこうね情景が浮かんでくるっていうか、なんかあのそんな感じ、やっぱそのかあのイメージを思い浮かべながらやっぱ演奏していきましょう。決めとかすごく難しいことも多いんだけど、頭の中そればっかりになるとなんか全然音楽のね豊かさも表現されないんで、やっぱり歌の世界観感じながらやってください、ね、よし、じゃあちょっとね、これはねすぐにはできる曲じゃないかもしれないけど、じっくり取り組んでいきましょう。はい、サウスイードッグのいつかガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。 先の暗がり、星が綺麗に見えるってさ、地べたに寝転んじゃうあたり、ああ君らしいなって思ったり、時間を忘れて夢中になった、信号は点滅してる、肌寒くなり始めた季節に僕らは初めて手をつないだ、二人の物語、気がしていた、ふわふわと夢を吹き君の隣、君の見る景色を全部僕のものにしてみたかったんだ、君を忘れられない、オリジナルショートカットアレンジバージョンでやってみました。いやーかっこいいんですけど、このリズムを、このなんていうの、気持ちがいいリズムをずっとこのグルーヴをキープしたまんま、こう曲を展開させていくっていうところがね、面白くもありめっちゃ難しいところでもあるんですけど、はい、これこそね、まあじっくりかけ時間かけて取り組んでいきましょう。そしてお知らせです。皆さん、スマホとかタブレット持っている方、これ入ってますか？ガズレレでリリースしているアプリがあるんです。ガズレシピというアプリ、
これがめちゃくちゃ便利な、あの楽譜が見られるサイトなんですけど、すっごい見やすい楽譜で、簡単バージョンとかっこいいバージョン両方の表記があって、あとメトロノーム機能とか、あとね画面が自動スクロールしたりとか、すごく多機能な、アプリになってるんですよ。これにですね、新たな楽曲が40曲追加されましたよというお知らせでございます。今すぐにですね、皆さんスマホとかタブレットにこのガズレシピ、検索していただいて、インストールお願いいたします。これ楽しいアプリになってます。無料版ですけど、中でいろいろ有料の楽譜を変えたりすることになってます。無料版がありますんでね、ひとまずはダウンロードとかインストールをお願いします。そしてこの、アプリで使用している楽譜がなんと本当の本にもなっております。リアルな本ですよ。これはガズレレが出版している本でございまして、さあのこの後紹介するリッドミュージックの本とはちょっと違うやつで、こっちはかっこいいバージョンのね、さっきも言ったけど、あのガズレシピっていうのは簡単版とかっこいいバージョンの両方の表記があるっていうところがちょっと特徴的でございます。これはですね、もう大絶賛 Amazon でご購入いただけるような状態になってますので、ちょっと Amazon 内でガズレシピと検索してみてください。そしてガズレレではですね、日本の最大の楽譜出版会社リッドミュージック社さんより、こういうね、楽譜、簡単楽譜の、出版をしております。今4冊出てるんですけど、これがものすごいベストセラーになってまして、ありがとうございます。この4冊で累計16万部を超える、すごくヒット商品になってるんですけど、やっぱり簡単でとにかくわかりやすいっていうのが特徴です。この本はですね、もう大型書店さんとか楽器店さん、もちろんインターネット書店さん、Amazon とか楽天ブックスさんとかも、もう置いてあります。これは、本当におすすめですね。初心者さんは、まずはこれを、ゲットして練習していただくのがいいと思います。その他にガズレレではいろんなグッズもリリースしてます。このストラップとかキャップはハニーさんのハンドメイドだったり、これについてる水引きなんですけど、これ私の両親が水引き歴も50年以上の大ベテランが作ってる手作りものだとか、まあいろいろそういうこともあったりとか、まあまあこのガズレレのホームページ見ていただくと大体のことわかると思うんですけど、とにかくいろんなことやっております。このウクレレもね、毎月後半にね予約注文とか受け付けて、まだそれもね YouTube でもアナウンスしてますけど、とにかく山盛りガズレレのホームページをご覧になってください。さあ皆さん、楽しく音楽やっていきましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。ガズレレ YouTube チャンネルと、最近ではね、あの鍵盤楽器ピアノでもガズレレのやり方でやったらものすごく面白いよっていうね、ガズピアノという、YouTube チャンネルも始めてます。こっちもめちゃくちゃ簡単でめっちゃ面白いんで、これもねガズピアノぜひ、探してみてください。楽しく音楽やろう。それじゃあ皆さん、さよなら。